はい、今日はですね、ここにいるアカメカブトトカゲに、餌をあげていこうと思います。まあメンテナンスがてらね、ここでなんか餌待ちしてるっぽいのでね、皿の上で。これはアカメカブトトカゲのぬいぐるみですね。珍しいですよね、アカメさんのぬいぐるみが売ってるなんて。うちのアカメさんです。一度止まるとそんなに動かない印象だったんですけど、今日は割と動きましたね。背中のこのゴツゴツが可愛いですよね、この目の周りが赤いのが特徴なんですけどね、赤目。確かこの足のところにこの付節みたいなのがねあって、滑り止めみたいになってるのがオスだったと思います。この鎧みたいな背中の意外がとってもかっこいいですよね。結構人気のあるトカゲだと思います。この背中のイガイガがトカゲの好きな人だったらたまらないんじゃないかなと思いますね。このゴジラの背中みたいなトゲトゲがめちゃくちゃかっこいいです。でこの竜のようなね顔、ドラゴンみたいな顔ですね。かわいいです。はい、今日はこんな感じで終わりにしようと思います。すぐは食べなかったですけど、置いておけばね、僕が見てない時にパクッと食べてるはずなんで、問題ないと思います。はい、よかったら、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。